こんにちは。今日はですね、むくみをやろうと思います。はい、むくみを解消してくるツボですね。夏もね、終わりかけなのにまだ暑いじゃないですか。もう本当に私はね、夏が大嫌いというか苦手なので、早く涼しくなってくれないかなと思うんですけど、なかなかね、30度切ってくれないじゃないですか。日中もね、34、5度、今日も行ってると思うんですけども、で夏が長引いてくると、でだんだんこう循環機能が疲れてきます。はい、で心臓、特に心臓腎臓が機能が疲れてくると、循環機能、水分、リンパとか血液の流れが滞ってくるとむくみになってきます。ですので、ちょっと夏バテの、むくみということで、ツボをご紹介したいと思います。で今日はね、腎臓系ですね、水分、リンパの方をちょっと、流れを良くして水分排出をしてくれるようなツボをお伝えして、で次回は、心臓系のツボ、をご紹介します。心臓系のツボはね、結構不眠とか寝づらいとかね、不眠とか気分が落ち着かないとかっていう時にも使えますのでね、次回ちょっと楽しみにしておいてください。はい、で今日は、腎臓のツボで水分排出を促してくれるようなツボで、足のツボになります。足ですね。ちょっとね、最近治療が忙しくてめっちゃ疲れてますけど、私もちょっとむくみ気味なんですけども、ちょっと足の方なので、よっこらせ。 OK、 じゃあこれでね、足のツボの場所をお伝えします。で、足の内側ですね、足の内側でくるぶしがここにありますけれども、くるぶしの上って結構この骨が、足がこの幅だとしたら前半分結構骨がね、ずっとあると思いますけれども、こう骨と後ろ側はね、柔らかいですね、ふくらはぎの肉があって、でそのツボはこの骨と柔らかいところのちょうど境目あたりにあります。はい、で境目あたりまずこう確認してもらって、境目ここら辺あるなと思ったら、指を今日はね、3本、この3本を使います。このくるぶしの、内くるぶしの一番高いところに当ててもらって、指3本分上に上がったところの、さっき の骨の際のあたり、柔らかい部分ですね、柔らかい部分をちょっとね、軽くなぞってみると、ちょっとね、へこんだりとかね、逆にこう豆粒みたいなものがあったりする人もいるんですけども、大体の人がちょっとね、弱くへこんでる部分があると思います。はい、でそこを探してもらったら、そこにね、何かを貼ります。そう、まあ指で押してもらってもいいんですけども、ツボってあんまり、なんだろう、スイッチとは違うので、なんか押せば、なんか響くってよく言うんですけども、あんまり効かないんですよ、実はね。やった感はあるんですけれども。戻ったかな。はい、ツボなんですけども、ツボはですね、グイグイ押してもあんまり効かないです。はい、やった感はすごくあるんですけれども、実は皮膚刺激で全然十分 OK なんですね。まあ針を使うとまたそこで操作してね、少し違う効果が出るんですけれども、ご自身でツボ療法として、お家でやる場合は、皮膚にね、本当にちょっと刺激があるだけで全然それで効きます。はい、ですので、お家の中で絆創膏、一番まあ手軽な絆創膏に何か米粒とかごま粒を貼って、それをペタッとツボのところに貼っておく。でその突起がちょっとあるだけで、皮膚はそれで反応して、体の機能がそれで、変わってきたりするので、それで十分です。はい、で前もねご紹介したんですけども、今100均で丸いテープですね、ちっちゃいテープで、ピップエレキ板とかね、磁石のああいうのを繰り返し使えるような感じの替えのテープとして、セロテープじゃないか、絆創膏みたいなやつが丸いのが売ってますのでね、あれにごま粒とかお米の粒を貼って、さっきの、足の、あ、そうだ、ツボの名前言ってなかった、伏流というツボですね、伏流というツボ、本当にあそこはね、面白い感じで効いてくれます。いらない水分をね、体の外に出してくれる、機能がありますので、そこにペタッと貼っておくだけで OK です。で、右でも左でもどっちでもいいです。でテープで貼っておくと、多分片足貼っておくと何日かするとちょっと痒くなってくると思うんで、そしたらペロッと剥がして、反対の足のツボのところを探してもらって、貼っておくっていうのがいいと思います。はい、
で場所がねよく分かんないっていう方は聞いてください。コメントで聞いてもらってもいいですし、公式 LINE 登録されてる方はそこで聞いてもらってもいいし、まあ、今ね通ってらっしゃる方は直接聞いてください。はい、お伝えしますので、はい、ということで今日はね腎臓系から足のむくみ、特に足のむくみかな、まあ、全体のむくみもそうですね、解消する夏バテが原因のむくみを解消するツボをお伝えしました。はい、で次回がちょっと心臓系からのアプローチですね。はい、そっちのツボをお伝えします。このツボは、寝づらいとか、ね、不眠とか、あと神経が高ぶってみたいな時によく効くツボですのでね、次回もお楽しみに、はい、お待ちください。ということでね、ちょっと役に立ったなと思ったらいいねボタンを押してもらえると嬉しいです。はい、あとチャンネル登録もお願いします。はい、それでは。